どうもこんばんは。美容室に行きましたよ。こうやってやったらなんか違うかな。こうやってやっとるだけでもなんかヘアアレンジしとる感出る。プリティプリティプリキュアみたいになるかもしれない。30分で終わるんですか？何の話？あ、美容室の話？配信かと思った。でも今日もう本当に30分以内に終わったよ。あ、なんかプリキュアみたい待って、なんかさ、待って、なんかプリキュアみたいじゃない？犬みたいじゃない？お前なんか横に広がり10は切りました。 10センチは切りましたね。さっきの配信見た人だと分かるかな。だいぶ短くなりましたよ。あと毛先が割と今切り立てやけん、ストーン10センチでお願いしました。これぐらいだったらどれぐらいですかって言って10センチ切ってもらいました。そう、なんか美容室たまにしか行かんけんさ、行った時は10センチぐらい切る。前髪はさっき配信中に自分で切ったし、今日は巻いてないから短く見える。巻き方がいつもと違う。10センチぐらい切りましたよ。あ、なんかこっちの方が綺麗。右が変。そう、帰ってきたら速攻部屋着に着替えた。私はね、あの外に出かけた服装のまま家におるのがあんま好きじゃなくて、なのでもう帰ってきたら秒速で着替えた。10センチぐらい切りましたよ。目が乾燥している。よいしょ。確かにさっき配信した時はこのしましまぐらいまであったよね。え、もっとあった。いや、このしましまぐらいまであって、ここまで切ったら短いかなとか言うとったよね。やけんこのしましま1個分ぐらいは切ったかも。しましま1個分はカットしてきました。
そうで、しかも今回は初めて美容室でちょっとあの女性の方でお願いしますって、そう指名ほどではない、指名は誰がいいかとかそんなわからないから指名ほどではないけど、女性の美容師さんでお願いしますって言ってで予約していたので、ちょっと少し話した。なんかこのさ、スマホケースのこれ可愛いですねって言われて、これ韓国の雑貨屋さんで買いましたよっていう話して、よかった。そう、行く場所は割とねいつも一緒なんやけど、まあ2店舗ある、広島で2店舗あって、そう行く場所が、もう一個の方は最近は全然行ってないんやけど、盛り上がるほどは話してないけど、なんか話しかけ、なんか話しかけられたら話すって感じ。なんか染めたことないんですかって言われて、ないです言ってそうないんですよって言って、そんなさ私の職業的にダメなんでとか言ったらさちょっとめんどくさいじゃん。でもでけん、あ普通にないんですよねみたいな、まあお手洗い、お手洗い間違った、待って間違った、お手入れお手入れとか大変そうだなと思ってっていうのを言ったよ。お手洗い大変そうじゃなじゃなくて、お手入れね、お手入れ、あちょっと面白い、お手入れ大丈夫お手入れ大変お手入れ大変そうだなと思ってみたいなことを言ったら、まあでも黒髪顔ですよって言われて、あそうですね、まああの周りの人にはそう言われますっていう話はしました。疲れてる、いや普通にお手入れっていうやつしたら、最近なんかあの自分の口から発しようとしたことと、何出る言葉をがなんか違うことある、脳が疲れてるか、お手入れを、さお手入れとか大変そうだ、なんか美容室あまり得意じゃないのでとまでは言わんかったけどね。
そう、美容室の人にそれを言うのはちょっとあれなので言わないですけど、そうお手入れが大変そうなのでって言ったけど、でも黒髪が似合う顔だと思いますよって言われた。面白いねって、普通にね今発した言葉が自分でもびっくり。今若干茶色く見える、茶色くないよ、多分電気の色でそう見えるだけだと思う。顔も赤く見えるし、暖色の色でそう見えるだけで真っ黒ですよ。私は結構黒、一回、いやあるんよ、一回その仕事的に NG だから、なんか染めたことないんですかって美容室で聞かれて、ないんですよって言ったら、その高校卒業した時とか、そう染めたいって思わなかったんですかみたいな言われて、仕事から NG なんですよって一回言ったら、なんかねすごい深掘りされたことがあってそう、そんな深掘りされてもさ、そう言いようがなくて、だけどもうそれからはお手入れが大変そうなんでねっていう手段。あさっちさん、すけさん、あかゆさんとさん、くまーん、恋してカープさん、キョンシーさん、ボイデマス元気さん、ライディーンさん、あかゆさんとさん、めちゃかわいいギフト、竹まつるさん、まさひろさん、バオバブさん、やじうまさん、ペンギン、くいきさん、たねさん、ピロシさん、あだちさん、スマイルさん、ゆうちゃんかわいいギフト、しばけんさん、みんみんさん、ともゆきさん、だいぐさん、ありがとうございます。多分今思えば飲食店ですとか言えばよかったんかな。そうそう、でもまあ変に嘘もつきたくないし、そう変に嘘ついたところでそれ以上のね、そこは逃れてもそれ以上深掘られたらもう何とも言いようがないから、そう普通に今度からは染めたくないんですって言うから、黒がいいんですよね。いやよかった、その美容室でさっき今みたいな言い間違いせんくて、お手洗いが大変そうなんで美容室で言ってしまったら本当に気まずい。ビタミンさん、ありがとうございます。いやーどうだろうね、まあでも予約しとる段階で名前はね分かるけんさ、まあそういう話したらその後にワンチャン調べられてもおかしくはないよね。インスタとか見たらわかるから。ヘアモデルやりませんか？言われたことないですね。偽名、でも美容室とかで別に偽名使わんよ。別にそんな端
橋本環奈ですみたいなあれじゃないので、もし偽名で言って知られとった時一番気まずくない？あんたレベルで偽名使っとんかってなるよ。あんたぐらいで偽名使っとんかって思われちゃう。それでバレた時めっちゃ恥ずかしくない？偽名何にしようかな。ワンチャン、ワンチャンあれしたぐらいにしよう。あの何、ワンチャンあの打ち間違ったって言えるレベルのにしたらいいかな。吉口打ち間違えることはないよね、田んぼの田と口を書き忘れならまだわかるけど。吉口、偽名コーラ意味わからん。もうそんなん何でもいいよ、マカロンとかでいいよ、コーラでいけるならもう何でもいい。50代独身さん、くまーん、コーラさん、セリアさん、めっちゃきのこさん、ペンギン、りょくさん、何これ、マシュマロキャンディー、ありがとうございます。ヨシーさん、ヨシーさん、飲食店の時は吉田にしてますって受ける。まあでもそういうのはちょっとあるよね、なんかあのそういう登録とかではなくて飲食店の呼ばれるまでの名前書く時とか一回誰やっけな、メンバー誰かメンバーと焼肉行った時に名字を名前書くやつを勝手にあのマネージャーさんの名前にしてそのマネージャーの名前にしてそのメンバーにも言わずにサラが勝手にも書いて呼ばれた時大爆笑、うちうちの大爆笑。出ないと先に到着した人が入れないパターン、そういうことあれですよ、普通に一緒にいて買い方を書くとき、そういうときサラが書く側とかになりがちやけん、サラが書いて、峰吉田さん、峰吉田さんにしようかなじゃ今度アリちゃんとご飯行って書くときやったら峰吉田さんにしようかな嘘はついてないよ、嘘はついてません。2名でお待ちの峰吉田さん、嘘は何もついてない、なんなら丁寧に2人分の名前書いてる。
そうね、生誕祭の発表は明日です。当落ミュシャさん、あの熊本のやつ今日までですので、ヘアオイルとロールオンアロマ今日までです。注文した。ありがとうございます。お好きなものをゲットしてください。そう、柑橘系の香りです。あの甘い感じの香りではないです。私のやつはレモン、柚子、な、ちょっと何が入っとったっけな、成分みたいなやつがあって、ユーカリ、レモン、シトロネラジャワ、レモン、柚子、ベルガモット、ちょっとレモンと柚子以外ちょっとあんまり分からんかもしれんけど、まあ柑橘系の香りです。なんか花の匂いみたいな、甘々系ではないので、まあ甘々系が苦手な方でも使いやすいのではないかなとは思います。くるくるってやって、この辺とかにくるくるススッみたいな使い方もできますし、ヘアオイルはまあ髪の毛とかにねつけてもろてって感じです。柑橘系好きなので注文しちゃいました。ありがとうございます。まあこれはね普通にグッズというか、まあなんて言うんでしょうね、まあグッズやけど、アイドルグッズというよりかはおしゃグッズ、おしゃれコラボグッズですね。そう、受注やけんね、それがちょっとあれなんよね。みんなはそらはこういう香りって分かっとるけんあれやけどさ、みんなはねこういう香りって正確に分からずに買うからさ、もし気に入ったとしても後から買える、追加で買うことができないっていうのはちょっとあれですよね。しかもなんか全く同じものを作るっていうのも
なかなかまあできないみたいなので、その時の体調とかそういうあれでやってるから。犬飼ってるけど犬が匂っても大丈夫大丈夫なんじゃない、そんな分からん、ワンちゃん犬にくしゃみされるかもしれの香りでございます。そう、え、いつ届くのあれ。でもどうなんでしょう、受注が今日までだってことは分かってるんですけどね、届くの書いてあるっけ。生誕祭間に合う、お届けについて4月上旬より間に合いませんね、生誕祭には。まあ生誕祭には間に合いませんが、次のシングルのお話し会とかではまんちゃん直接そんな、なんかでもさ香水ってわけではないけんさ、そんなちょっと来た、ちょっと来たぐらいので、そんななんかファッってくるほどではないと思うけど、嗅覚鋭いのって、うん、割と鼻嗅覚鋭い気がする。あと鼻嗅覚鋭いと思います。周りが気づかん匂いとかも、それはなんかんって敏感反応の時もある。スケさん、モピラさん、ありがとうございます。つけすぎは注意ですよ。やっぱ香水とかはね、何でもつけすぎるとたまにあるじゃん、街中とかでもちょっとすれ違っただけでなんかってなるぐらいさ、香り強い人。自分じゃね、自分の匂いってあんまなんか分かりにくいっていうもんね。でもなんかそんな匂いがすごい強くなる感じでは、
あ、そういうなんか甘いしつこい香りみたいな感じではないので、全然。大丈夫だと思いますが、でも別にあのくるくる系なので、そんなにつけようと思っても濃すぎるぐらいつけることは逆に難しい感じだと思う。さも普段香水とかつけるタイプではないのでって感じはある。あ、インスタ更新しましたよ。ごちゃで一緒のカレンちゃんと一緒に行ったカフェ。投稿しました。いいね、コメントお待ちしています。まあ、昼間に行くのと夜に行くのとじゃ全然違うカフェな気がする。雰囲気が夜カフェ仕様になってましたね、サラが行った時は。同じメニューなら夜、いや普通にカフェメニューを頼んだのでそれは一緒です。逆になんかご飯系とかもあった、パスタとかもあったけど、カフェのつもりで行ったのでそう食べなかったけど、なんか最近かな、なんかドラマ、なんかドラマなんかのドラマに使われたカフェらしい。そう、なんか行ってから知ったんやけど、フェルマーの料理、フェルマーの料理映画ドラマ分からん、どっちね、ドラマかなに使われたんだって。そう、スターたちが行った時は一組おったけど、でもそのすぐ帰って、その後ずっと誰もいなかったから良かったですよ。落ち着く感じの明るい照明と雰囲気でした。でもまあ明るく白、もっと白く写真を撮りたかったら昼間に行くべきだねって思った。
しかもペット OK らしい。やっぱ東京とか大阪とかはさ、ペット OK、 しかもこれ店内 OK やけんさ、ペット OK のカフェとか多いよねって思う。いいですね。しかもこんなおしゃカフェのところでペット OK あんまない、珍しい。大理石系で OK は珍しいですね。テラス好きじゃないっていうのは、犬を飼っている、ペットを飼っている人からしたらでかいです。そう、海側のねやつは結構ありますけどね。ペット OK。 確かにペット OK ってどうなんやろうね。ワンちゃん OK とかじゃないもんね。ペット OK、まあ、基本的にワンちゃんが多いだろうけど、インコとか連れててもいいんかなダメなんかな分からんけど、そこはちょっとよくわかりません。さすがにそこはよくわかりませんけど、あ、ストーリー載せてない。ストーリー載せたい。カフェストーリー。フェレット、フェレットってなんだっけ、あ、なんかディ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 みたいなやつあ、ね、ヤギ、ヤギは無理でしょ。もう連れてきてる人がもうそれはもう変だわ断るとか断らんとかの問題じゃない。ちょっとさすがに連れていけないでしょ。鹿とかおったらやばい。馬とか虫とかもういいよもういいですよ。
ひーちゃん、わーさん、ありがとうございます。食べてるやつ結構ボリュームあるね。あ、でもね、さはね、ワッフルは食べてないんよ。そう、さらはいちごタルトの方を食べたんやけど、なんかいちごケーキの方だけと写真撮ろうとしたらなんか寂しい感じになったけん、そう、あのワッフルはカレンちゃんが食べたんやけど結構大きくて、そう、ワッフルで写真撮るってなって撮らせてもらった。私はあのいちごタルトの方とカフェモカを飲みました。ここのね、カフェモカ、当たりのカフェモカでした。美味しかった。甘い系、ちょっと甘い系、あ、まあそんなめっちゃ甘いわけではないけど、そんな苦くない系だったので美味しくいただきました。本当カフェモカとお店によって本当に違う、カフェとかによって本当に違うけん、どんな感じのカフェモカかが、やけん毎回ねちょっとチャレンジ精神で頼んでみるんやけど、でもカフェモカが一番好きなんや。なんかもともとコーヒーとかあんまり苦いのを飲めるタイプじゃないけん、サラは。やけんちょっと甘いぐらいの飲み物がよくて、でなんかカフェラテもまあ飲めんことはないんや、飲めるんやけど、めっちゃ飲みたくて飲むかって言われたら別にそうじゃないみたいな感じやし、そんななんかシロップ入れて甘くいっぱい入れて甘くして飲むって感じでもないなーって思って、そんな時に出会ったのがカフェモカです。でもカフェによって種類がいっぱいある時、ところ飲み物の種類がいっぱいあるカフェじゃないとカフェモカはあんまりなくて、そうだし、お店によってなんかね違うんよ。カフェラテってさ、大体どこで頼んでも一緒やん、味。そのなんかコーヒー豆にこだわっとるお店とかの違いはあるかもしれんけど、まあ基本的には一緒じゃないですか。そんな大差はないやん。けどカフェモカは割と大差ある。ここの過去一ぐらいで美味しかった。あ、でもそう、夜行ったら、夜何時から、19時からかな、17時、なんかそう、あのお通し代みたいなのつく、チャージ料みたいなのがつくお店でした。で豆が出てくる。ピスタチオ、ピスタチオでもそんな入ってなかったよ。ナッツ代。そうさ、基本ドリンクはホットじゃなくて、ホットよりもアイス派なんやけど、 その日はね寒かったけんホットにしました。そう、カフェなんやけど夜はバーにもなるみたいな感じで、うん、よく分からん。でもメニューは全然、カフェメニューもあったしご飯メニューもあったんやけど、なんかチャージ料取られる系カフェでした。夜も空いとるとこ、なんかね遅くまで空いとるとかは割とそういうのあるよね、あるんですよ、チャージ料取られるみたいな。
まあそういうのって言って知るけん、まあまあまあ仕方ない。夜だとドリンクだけ、いや全然、だって言うて9時に閉まるけん、そんなバーってほどの夜遅い感じなんかな、よくわからん、なんかとりあえずよくわからんけど取られた。まあでもそういう感じなんじゃない。公園のドリンク代あるね、そういうの。ちおちゃんと夜はバーになるカフェ、え、どれだ、言ったっけ、あーチーズケーキのやつ。ちおさんと割といろいろ言ってるけど分からんけど、チーズケーキのやつかな、言ったかも。チーズケーキのカフェですかね。でもあそこはそんなチャージ代とかなかった気がするけど、お腹が鳴る。最近この話したけんやめよう昨日した。今日キムチ鍋食べたよ。久しぶりに家でご飯食べた。外食じゃないご飯を久しぶりに食べました。まあね、鍋ももうそろそろしたら食べなくなると思うので、寒いうちに、暑い時にさ鍋食べたくないやん、あんまりなんか食べようっていう気持ちにあんまりならんけんさ、夏とか暑い時に今いいですね。一人鍋全然するよ、楽だし具入れるだけだし。リコルティ、あ、リコルティはあれだね、成人してした時に千代さんと行ったとこ。でもあれは普通に、あ、そうね、バーなんかな、なんかよくわからんあんまよくわからん。でもなんか何時まででもケーキがある最高のお店です。逆にあそこは逆に多分昼間ケーキ屋さんとしてやってないと思う。ドライカレーのところは夜は、ドライカレー、知らん、そのバー情報は知りません知らん、全然なんかあったっけ。ドライカレーってあのアシカさんですか、カフェカレーアシカみたいな、カレーカフェアシカさんですか。そうなの、カレーかカフェかしか行ったことないけん分からん。なんかあったっけ、カフェカレーカレー屋さん、どれどれどれ、ドライカレーと分からん。あそこバーの、っぽくないね。並ぶさん、ペンギンナポさん、ありがとうございます。うん、でもドライカレーと聞いただけでそこだと分かる私、もう広島のお店は把握しきっちゃってますね。
ザブルー、あそこも夜バーの、そうなの。なんかさ、バータイムみたいなあるあったとしてもあんまり行こうと思わない。なんかさ、夜行ったところでさ、暗いけんさ、あそう、今日のインスタに載せたカフェはまあちょっと暗かったけど、でもなんか暗い時間に暗いところに行ってもまあ別にね、自分の好きな白とはちょっと違うから、それだったら昼に行こうってなる。昼に行きたい派。暗い時がいいですねって、私は乗りませんよ、っていう乗り気にはなれないな。そしたら極みと暗いのあんま好きじゃない極み たまにはいいかもしれないけどね、暖色より寒色が好きなんで。暖色より寒色って言いながら家では暖色電気が好きで、わざわざ暖色電気、暖色にもできる寒色にもできる色を選ぶ。極みって言い方をしたらええけど、暖色好きな人は全然いるでしょ。あったかい系の方がいいみたいな、全然いるでしょ。家ではわざわざ電気を取り替えて極み系にするぐらい。極みって言い方が良くないですね。並ぶさん、くまありがとうございます。暖色系をわざわざするぐらい。夜は暖色系にします。昼間はまあそんな電気つけんけど、寒色系にするけど、目の前には雪の日が。この前お母さんが広島来た時に買ってきてくれた、これ結構好き、おすすめの福岡土産です。あんま名前出てこんけど、これちっちゃい頃からめっちゃ好き。ひよこサブレが好き。あのひよこまんじゅうじゃなくて、そらはひよこサブレがめっちゃ好き。美味しいんですよ。絶対食べたくなる。この優しい味がいいですよね。東京は鳩サブレがあるよね。あれ？鳩サブレだっけ？ん？鳩サブレも食べたことあるけど、ひよこサブレが箱ごとにするとこれ、ひよこサブレ、明治時代に作られた鎌倉のお菓子。鳩サブレに対しひよこサブレは株式会社ひよこの現会長である方が
エベア、ん？エベアウアーと考案し作られたものである。だってハトサブレは、ん？ハトサブレは卵感が強くてザクザクした感じ。食感のな昔懐かしいサブレの味。ひよこサブレはバター感が強くて若干しっとりしている印象です。だっていやこれはあのネットで調べた、もう公式の箱には書かれてないです。これめっちゃちっちゃい頃から好きなよね。そんなしっとりしっとりってサラは思わんけど、ひよこサブレ美味しいですよ。今週は福岡あるのでね。福岡に来た際にはぜひ。めっちゃこれ美味しいです。もう今週は福岡のフェスですからね。埼玉の100万石まんじゅうない、10万石まんじゅうはあるけど、福岡行きたすぎて発狂しそう。気をせずに来てください。あ、ないの100万100万あの100万と10万があるんかと思った。ひよことハトの違いみたいな感じでさ、100万と10万のまんじゅうの差があるんか、ちょっと想像したのに。10万石まんじゅうはあります、埼玉行った時にね。
錦堂の平家物語、なんか聞いたことある気がするな。何食べてるのって。ひよこサブレもうないけど、もうひよこのお尻しかない。うーん、初めて見たかも。あのバッケンモーツァルトのカラス麦クッキーってあるじゃないですか。それをこの前 YouTube 見とったら、辻ちゃんが辻チャンネルで美味しいっていう紹介をしとって、なんか美味しくて追加でネットでも注文したみたいな言っとって、なんか嬉しい気持ちになった別になんかねあれやけど、なんか嬉しい気持ちになりました。横ハブレは福岡です。博多土産。川通り餅は全然食べたことある。あります。ごちゃに持ってったこともある。新年かな、その時に持ってった。バオバブさんありがとうございます。サブレは牛乳につけるとわかる。ちょっとねしなっとさせて食べるの美味しい。まあ口の中でもいけるよ牛乳にわざわざつけんくてもちょっと口の中でしとっとなって食べるのもありです。ちっちゃい頃オレオを牛乳にひたひたにして、牛乳でめっちゃひたひたにして食べるのがね好きでしたよ私は。最近はしてないけど。ナーラブさんラブレターありがとうございます。そう、多分今はもうサラも好きだとは思うけど、する機会がないね。買う機会がない。買ってないな最近。
ノーナルドでオレオとシェイクをコラボ。オレオシェイク、ん、シェイク、あ、シェイクか、フルーリーじゃなくてシェイクか。それは知らないな。オレオフルーリーって常にないっけ？常にあるもののイメージ。たまにオレオの量が多いやつもあるイメージ。違うんかな？分からん。キットカットコラボとかもね、あるけどね。新大久保行きたいな。何気に行ってない。そう、チュロスのお店行きたいんよね。あと普通にチュロスのカフェにも行きたいし、普通に韓国料理食べたい。まあそれはね、別に新大久保じゃなくてもいいんやけどね。そう、韓国のね、投稿もインスタしようと思いつつ、もうそろそろしようかなと思いつつ、他に載せてないやつもあるしみたいな感じ。まあ全然混ざってもいいんですけど、韓国投稿もそろそろ始めようかなと思っている所存です。何投稿できるかなって感じ。結構できそうな予感はあるけど、韓国投稿何投稿いけるであろうか。そう、写真がありすぎてどれを載せるか、どれをどう載せるかをちょっと
悩みますね。数千枚もないけどそう、あーうるさ。そうだね、どう載せようかなって感じです。動画は撮ってはあるけど、 Vlog にできるぐらいには撮ったけど、1本できるぐらいには撮ったけど、でもなんかそんな毎回全部行くとこ全部動画撮るほどの余裕はさすがになかったですね。時間との戦いだったので、本当にこの少ない時間の中でどこに行くかみたいな感じだったので、そう、ちまちょぐりも来たよ本当に時間との戦いでした。いや動画は撮ったよ、撮ったけど、そんななんか普通に一本なる分には撮った、まあ、全部が全部ね、行くとこ行くもの全部を撮ってたら、もうそれはもう YouTuber。 そうね、2泊3日じゃ足りなかったですね。もっと行きたいレベル。まあ時間との戦いでめっちゃいろいろね、早歩きでいろいろ行ったんですけど早歩きでいっぱい行きましたけどね。あれ？もう9時46分。ナラブさん、スケさん、キュウリアさん、ありがとうございます。じゃあそろそろランキングを読もうかなと思います。エリアさん、ありがとうございます。それではランキングを失礼します。48位桃太郎さん、24位竹まつるさん、
13位おいでます元気さん、12位ピロシさん、11位ビタミンさん、10位スケさん、9位バオバブさん、8位ヤジウマさん、7位セリアさん、6位リョクさん、5位50代独身さん、4位ゆうちゃん、3位めっちゃきのこさん、2位赤ヘルサンタさん、1位ナーラブさん、ありがとうございました。それでは本日もありがとうございました。気づいているか分かりませんが、このバナーにナッツライブ追加していますので、あとあれですね、今日までなのは熊本の嗅覚診断でのオリジナルグッズ、インスタのストーリーにもリンク貼ってますので、あれが今日までなのでよろしくお願いします。はい、それでは終わりたいと思います。あと4曲合同番組のあれについて見ておいてください。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。